はい、どうもです。今日もこの YouTube チャンネルにアクセスいただきありがとうございます。ですね、この動画では、今日のテーマはですね、先日ですね、コメントでね、相談というか質問というか、そういうのを、書き込みがあったんで、そのことについて、ちょっと回答動画というか、まあ私の思いですね。回答というか、私の感じたそのままのことを言っておりますので、すべてではありません。はい。そのことを前提としてお聞きくださればなと思います。ではやっていきますね。で、その方はですね、九州の運送屋さんに勤めているらしくて、で、通勤に1時間余りかかると。で、通勤費が、1万円。月1万円ですね。の支給があると。で、平均月収が40万円と。で、この会社で頑張った方がいいですかねという。まあ相談というか質問というか、そういう内容でした。少し内容が違うかもしれないし、私の感じ取り方も違うかもしれませんけれども、まあ、私だけの思いを言いますので、はい。それはお前違うよという感じも受けるかもしれませんけれども、まあこれは私57歳で感じたままに、本当正直に感じたままだけをお伝えしますので。で、そうですね。まあ、正直ほんとね、わからないと言った方がね、正直な気持ちですよ。で、月に40万円でしょ。で、まあ、その中で、通勤費1万円。で、あと、家族手当だとか、もろもろ運転手当だとか、無事故、手当だとか含まれているのかもしれませんけれども、まあ、これ月40万円でどうですかと言ったことに対してはね、で、率直、あなたはどうなんですかと、あなたがきつくて割に合わない、やめたいなと思っているんであれば、そうなせればいいのじゃないのかなと思います。で、はっきり言ってね、その質問だけでは、ちょっとわかんないんですよね。で、おそらく長距離ですよね。長距離でも、バラ積みばっかりなのか、パレットもんばっかりなのか、で、九州といってもね、広いじゃないですか。福岡から鹿児島から。で、鹿児島からですよ。例えば、鹿児島から、東京便で、折り返しの運行で、どうだろう。鹿児島から東京って結構遠いですよね。山口から東京だけでも1000キロありますからね。こっから鹿児島までが、おそらく500キロぐらいありますからね。なので、片道1500でしょ。往復3000キロでしょ。片道1500、まあ、よくで行くのかな。ちょっとわかりませんけれどもね、そういう仕事の内容がわからないじゃないですか。なのでね、ここの会社いいのか悪いのか、と聞かれてもですね、ちょっとわからないというのが、はい、それはちょっとわかりませんよと言うしかないですよね。で、またいい加減なことを言えないので。で、まあ九州、例えばそうですね、まあ北九州にしましょうか。北九州の運送屋さんで大阪ですよ。大阪に、例えば、月、今ね、長距離やんないんでね、ちょっとわかんないですけど、ま、
例えばですよ。例えばの話。例えばの話。月8回で、総水揚げが40万だったら、妥当じゃないのかなと。それなら、妥当じゃないのかなと。これがですね、月10回、北九から大阪へ行って40万だったら、それはちょっと、少ないかなという感じもしますけれども。私の今までいた会社の感覚ですよ。で、まあそれが、例えばですよ、タンクローリーなのか、平ボディなのか、ウィングなのか、手詰めが多いのか、手詰めは全くしないのか、ですよね。で、運行で、高速道路に乗れるのか、乗れないのかですよね。で、まあ、それで、自分の体がきつくてで、たまんないんですけど、と。で、言うんであればね、私は、速攻やめるべきです。危ないです。もうきつくてやれない。もうきつくてしんどくて、たまらない、というんであれば、即刻やめるべきです。なぜならば、それは事故を起こしたら大変です。あなたが事故を起こせば大変です。なのでね、でそうでなくて、まあ体は非常に楽なんだよ。休みもたくさんあるんだよ。で、余暇も満喫できるし、と思うんであればいいと思います。はい。で、結局は誰が決めるかって言ったら自分が決めるんですね。自分なんですよ。で、おそらくですね、辞める辞めないか、そこの会社を辞めるか辞めないか、第一のお金ですよね。第二に仕事の内容だと思いますね。で、三番目に人間関係来るんじゃないですか。運送会社っていうのは。ほとんど自分の一人仕事なので、まあ、あんまし関わらないですよね。で、まあ、積みに行く倉庫がいつも同じ、リフトマンがいつも同じ、で、リフトマンがいじくそ悪い、いじ汚い、なんか、自分を嫌ってる、面白ない、つんだったら、まあそこのね、そこのあれを変えてもらうか、自分が行かなくてもいいような感じにしてもらうかですよね。で、ダメなら、まあ、転職考えるしかないですよね。はい。だと思います。まあ、その辺って、まあ、あなたが、そうで我慢できるか、できないかですよね。すべては、それだと思います。で、逆に言えばですね、例えばですよ、給料50万給料50万もらってるよと。いいだろうと。まあ、給料自体はいいですよね。でも毎日毎日ヘトヘトだよ。休みなくてさ、手詰めばっかしてさ、もう体ボロボロだよと。でも給料はいいよねと。でももう眠くて眠くてしょうがねえんだよと。いう感じであれば、私は速攻やめた方がいいのじゃないかなと。それは、まあ、さっきも言いました通りに、危ないですよね。まずは危ない。自分だけではない。人にね、人に、怪我をさせたり、死なせたり。もう本当人生狂わすので。で、そうでなければ、まあその給料であなたが、まあそこそこ我慢できるよって、別に人間関係もなんとも思わないし、いいと思いますよ、だったら、いいと思います。はい。それしかまあ、言うことない、言えないですね。あと本当、仕事内容わからないので。はい。そんな感じですかね。まあ、そうとしか答えようがないなという感じでした。まあ、要は、あなたはどう思ってるんですかと。で、最後のですね、40万もらって生活はどうなんですかということですよね。それで、もう楽々生活できるよと。もう月に10万も15万も貯金ができてさ、と。言うんであれば、
まあ、それでいいんじゃないのかなと思いますけれども。はい。で、人それぞれ生活のレベルが違いますので、それで、あなた自身が、まあ、そこの会社、いいよという感じであれば、いいと思いますけれども。はい。だと思います。まあ、本当にね、大きなポイントは、まあ、その給料で、やっていけるのか、生活できるのか、余裕があるのと。で、2番目に、体力的どうなのと。今の仕事と、その労働で、で、体も続いて、その労働で、その給料であなたはどう思うのと。いうところですね。はい。で、高い給料をもらって、しんどいわー、というのは、まあ、当たり前なんですね。はい。いい給料をもらおうと思ったら、そこそこの仕事をしなくちゃならないし、まあ、安い給料だったら、そんなもんですよ。はい。で、楽して、すごく楽なんだよ。でもね、給料すごく多いんだよという会社はね、やっぱ人、辞めませんわ。で、そういうところはね、求人さえ、なかなか出てこないと思います。はい。そんな感じで、まあ、最終的には自分が決めるんだよということを、お伝えしました。はい。本当、答えにならなくて申し訳ないです。では、この動画は以上になります。では皆さん、安全運転で行きましょう。いってらっしゃい。